できる？あれ使われたら一わりもない気がするんだけど。<レッ>はい、皆さんこんにちは。大久保哲也です。この動画の再生していただきありがとうございます。本日は週末の割り切れえー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらのネットフリックスの方で本日から配信が開始されまして、えまさかの一気に12話かな。 ここれれが配信さててるっていうことでえちょっとコメントの方でねこれネットフリックスで見れるようだったらリアクションしてみてくださいっていうのがあったんで内容の方僕ちょっとよくわかってないんだけどもまとりあえずはまず1話ね早速リアクションさせていただいてどんなものなのかね楽しませていただきたいなというふうに思っておりますで皆さんもね是非ネットフリックス使って一緒に楽しんでくださいえ海賊版を使ってのね視聴だけはくれぐれもなきようによろしくお願いします はいそれでんはいスタートでーす始まったねはい700万ほううんはいはいん 神の意志によって、週末。どういうこと <laughs> 神様が地球を壊そうとしてるってことえ何なんとか乙女13姉妹って書いてあったよ何。何 <laughs> どういうことえバルハラ表記会なんかいろんな神様なの。オリンポス、ヘルメス。 おじいちゃんは誰だまたこのじいちゃん、ひょろひょろだけどさ、一番、おおゼウス、うん、なんかジャッカ敗人とか言い出しそうだけども。えあ、こんな感じで決まってるよってことうーん。 いや、こんな風に決まってたら恐ろしいね。で、罰。あ、シバえじゃあ人類対神様みたいになるのかなここにいる人たち。そういう感じアフロディーって。わかんないな。アフロディーネとかそういうのよく聞,け聞くけど。 うん。けどなんかさっきの13姉妹みたいなのいたじゃん。あれが味方になってくれるのかな地球側の。この感じは。なんか牛魔王みたいなのいたよ、今。え、罰ばっかり。あ、やっぱだからこれで、ダメなのか。うん。いや、けどこれで、 待ってくださいみたいになんじゃん。お待ちなさいみたいな。な、ほら、ほらほら、前、まあ、読めた。けど押しちゃったよポーンってしちゃったよどうなのうん。これがさっき喋ってた人。ああ、ブリュンヒルで。うん。やっぱこの子いたね。 いやこの子が反対するんだろうね。えー、オーディンオーディン強そうだね。いやだからこれがみんな攻めてくるんじゃないの これすげえキャラクター多いんじゃないもしかしてねえうんはいんどういうこと <laughs> えー、いやいやいやだから戦うんだよきっと人類が。 確かうんほらそういうことだよねラグナロクタイトルになってたけどどういうことラグナロクって武器だよねよく、うんバルハラ憲法うん 1> 1対 1? いや、それは無理だろう。人が神様と戦うってどういうことまたバキみたいなのが出てきて戦うってこといや、無理だろう、人は。え、え いやいや、ええー、神様に勝つ流れだって、人かなうん。うん。そういうことだよな。いや、だって、今の人とか、千葉とか手4つあったりさ、またあれでしょう、めちゃくちゃ強いんじゃないの人と同じようなサイズなのか、そもそも。 力とかもさ。いや、またこの、これオーディンだったっけえ、これとかめっちゃ強そうじゃん。え、え、しかもこういうなんか消えたりとかするとこ見ると魔法みたいなのもあるんじゃないのかこの世界。いや、俺てっきりさ、神が地球に攻めてきて、その人類何十億体、 その神様みたいになるのかと思ったんだけど、核兵器とか使って。まさかの怠慢なのかなこれは。ん何んああ、煽ってんのね。煽ってやれよってことだ。 いこういうのに乗ってきちゃうんだろうな、多分なねこの人もすごいね、こんな。で、なんでこんなに守りたいんだろうね。このお姉ちゃんは。ブリュンヒルデさんはさ。いや、そこまでして、なんで人類の味方してくれんのん 何んうん何の音ええいや怒ってるだろう <laughs> 怒ってますやん笑,笑ってんのかと思い、激しいでしてるしああこれで乗ってくると。 しかも人間なんかと比べられたらね、いやーこの人どうなのよ。これゼウスだったよね。いや、けどさ、えいや、なんかいっぱいいそうじゃない俺らが知ってる神様。 それが人えどういうことどういうことどう戦うのなんか化学兵器とか使っていいの <laughs> よく分からねえ <laughs> 何かないと勝てないだろうだってこんな人ならざる者にはだってあの竜もさ本物なんでしょ多分そんなのがいるような世界の いやほら、だって見た目だって普通じゃねえじゃん。魔法とか使えちゃうんじゃないんすかってことは13人選出されるのかな今の地球上から。そこら辺もう目星が実はついてんのかもねこの人は。うんうん。いや、だからもう多分あるんだよ。 あ,あ、そういう感じなのへちょっとわかんないわ、そこら辺は。これはワルキューレとか。ワルキューレとか言ったら、マクロスデルタしか知らないし。<laughs> ん ?700 万年のどういうこと ?700 万年の進化を終えて、今いる地球の人の中から、最強の人を選ぶみたいなそういう感じ いやー、どうなっちゃうので、誰を選ぶのんもしかしてもう始まんのかえ選出とか、そういうのもなく、もう、ここで登場する中で見せてくる感じなのかえぇー。もう今のところ全く勝てるあれが見えないんだけどさ。 なんかあんのかなそう、秘策みたいな。あそこに潜んで今座ってる人たちも戦うんだよね、きっと。違うゼウスとか。うん。あそこは震災みたいな感じなのかないや、けど、オーディンとかさ、強そうじゃん。ゼウスとか。ヘイムダル。 うんこの人があれか審判というか実況みたいな感じなのかなか人類の指揮官みたいな感じなんだねブリュンヒルデがで,でゼウスはゼウスで神様を選ぶ側なのかな今の感じだと。 うん、神々はきっと知ってる人がいっぱい出てくんじゃないかな。誰うん、うん違うか。なんか、マイティーソーみたいな感じだったね、今、ハンバが。うん。どうなったねや,やっぱなんかあるよ変な力が 神様だもんそれは当然だよなあれこれあれじゃないやっぱマイティー・ソウのキャラクターじゃない違うそうだと思うんだけどうんそうだよね多分いやなんかすんげえ武器持ってたよ彼なら ん戦場どういうこと最強最も狂ってるうんここら辺全然あれだね説明がないままだったねなんかすごいね応援が。 うん、700万年ってもしかしてあれかな ?700 万年の歴史の中から選べるみたいな感じなのかなあれやっぱそういう感じかも。現代人じゃないんじゃないだから歴史上の偉人が出てくるのか。これもしかして。そういう感じどうなった 日本のサムライとか、うん、どなた？うん、誰誰？裸だよ上半身。中華？リョウフ？うんうんリョえこんなロンゲなの？あじゃあ,あれ石頭馬なのか。 あ、両夫ねあ、だからやっぱ、歴史の偉人が出てこれるんだ。だからこの今知らない人が出てくるって感じじゃないんだね、馬キ的な。失礼しました。ってことはやっぱ、こっち側もみんな知ってる人ばっかなんだろうな誰が出てくるかな他に強い人。両夫以外に強い人。 日本の原作だし日本人とかもなんか出てきた気がな気するけどえー、けどけどだよあんな勝てるのそうだからイカ寿司とか使えるわけでしょいやおかしいもんだって武器の大きさ 両夫は武器なくねああ、武器あんの。えああ、まあ槍だよね。用意してくれたんだね。うーん。両夫ね。三国無双とか友達ん家でやったとき、両夫使うの好きだったな。 いやー、これどうなのいや、強いよ。確かに強いんだけども。神様だよ。しかも相手、通るでしょ。フォルセティうーん。ん何誰誰だん なになにあれもしかしてああ超ひい,い <laughs> じゃあ、勘ウとか劉備とかいいんだ。ああ、ああ、これ劉備だろ。うーん。トータクとかじゃないんだね。呂布の応援は。<laughs> え神になった。誰え何これ えへ、うんちちょちょっと待って。おかしいんだけど、サイズが。いや、だから、かうはあれだよね。中国ですごい祀られてるって言うから、だから、もうかう自体は神様使いなんだ。いやいやいや。えぇ、ちょっと気になる。早く戦ってほしい。 なんて読んだっけこれ鎮急それで合ってるいやーまあその部下は嬉しいだろうけど戦う相手ねえ義護職の中の戦いじゃないんだよなんかあれなのかなうん 秘策があんのかなどういうことどういうこと正気が。え、やっぱ自力で戦うのいや、<laughs> 口、<laughs> 口が悪い <laughs>。すごいね。さっきから一撃ぶち込むとか。うんうん、で、 こっちの、今、戦乙女13姉妹バルキリアって言ったっけんなんて言ったっけまな、ま、とりあえず、この人たちはみんな味方ってことでいいのかな人間側の。ああああそういう役か あるよね笛。うん。これさ、今の芝とか、いや、こいつ一番強いんじゃないオーディン。オーボス的な感じかなええへへへ、<laughs> ちょ、意味がわかんないよ。すげえな、設定が。 なんかあれなのかなあの槍がまた特別だったりすんのかないや神だよ <laughs> いや呂布も好きだけどさいやどんなんうん,んなになになに,なに うん。んノーガード武器使っちゃあれだから武器置いたとかじゃなくてあ。武器は使うんだ。え、けどあれ使われたらひとたまりもない気がするんだけど。けどやっぱあの、両夫の武器もこうやってきたからなんかバーって緑の光で。あれ、特別な武器とかもらってんのかなあの、 お姉さんからいやいやいやなんか不思議だな琉備たちが応援してんのいや頑張ってほしいけどね <laughs> 鼻水垂らすなよ いや両夫めっちゃかっけえなこうやってみたら改めていかちいやけどこっちもかっこいいんだよね負けず劣らずうーんそうなのどういうことああこのやり方がねガチンコのノーガードの いや、勝ってほしいけどさ、まあ人間だし。これはいいのかな人間が応援する視点で見ていいのかな俺はそう見ようと思ってるけど。人間がて神倒した方がジャいキりな感じでさ、面白そうじゃん。あくまでも戦場で倒してたのは人だからね。 これは受け止められちゃったんじゃないですかね。ああ、ほら。やっぱさ、それ普通のやっぱ武器なのか。頑張れいや、どうなのこれはすごいのね、本気出してないとかそういう展開やめてね。 あ終わっちゃうもしかしてここでえあ終わりああ終わりだええー、<laughs> ちょっと気になるな続きええー、ブリュンヒルでああ沢代さんだったんだええー、もうこのまんま2話目見たいねちょっとなんか2話目勝手に始まっちゃう そんなことないかいや始まっちゃうよいやもう行っちゃおうこのまんま2話目見ます